お祭りを祝うことということは、どの国や民族にあります。そうして、俺らの行事は、多くの場合、何かの宗教的な意味付けが流れていました。もっとも、国の独立記念日や建国記念日などは、国によっては必ずしも宗教的な意味があるとあることが限りません。今日取り上げようといる箇所には、ユダヤ人の祭りの一人であるプリムの祭りの制定について取り上げています。ユダヤ人の祭りといえば、律法の章に定められた杉越祭は7週の祭り、そしてカイオリンの祭りは三大周期主祭としておられています。それらの祭りが州によって命じられた祭りであることに対して、プリムの祭りの制定に関して州がそれを命じられたというくだりがどこに記されていません。そういう意味では、読む側が会合で働いてくださっている神を見なし、読む進め必要がありました。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は旧約聖書エステル記9章20節から30節までです。旧新契約聖書でお読みいたします。メルガイにはこれの出来事を記してされて、ユダクッセルセス王のカナズシモの州にいる全ユダヤ人に近くいる者たちも、遠く行く者たちをみんな文書を送り、毎年アラムの月の14日と15日を祝いに定めました。ユダヤ人が敵をなくして安らぎを得た日として、悩みが喜びに、嘆きが祭りに変わった月として、この月の両日を宴主宴と祝祭の日として、贈り物を返して、貧しい人に施すことを知っています。ユダヤ人はすでに実行し始めていたことであり、まだモルデカイが書き送ってきたこの日を受け入れました。すなわち、全ユダヤ人の敵、アガウ人ハマダクの子ハマンはユダヤ人の絶滅を企み、プルと呼んで晴れるくじを投げ、ユダヤ人の施しさられていました。ところが、このことが王に知られると、王は文書を持って、ハマがユダヤ人に対して企んだ悪い企みはハマ自身の頭上に無理かかった。彼らの息子と共に金に吊るされるように命じられた。そのゆえ、この両日はプルにちらみで、プラブと呼ばれると、そのゆえ、その召喚の全文に従って、またこの件に関して彼の見たことを、彼らに起きたことをに持ちついて、ユダヤ人は自分たちも、その子孫も、また自分たちに同情するすべての人も同様に、毎日のこの序日を帰属、記載されて通りでした。またその月、日付通りに妨げなく祝うことを制定し、
習わしとして、こうして、この領地は、どの世代も、どの民族でも、どの部族でも、どの州でも、どの町でも、記念されて、祝えてきた、見切りました。そのプリムの祭りは、ユダヤ人の中から失われたならないであったりした。その起源は、子孫決して絶やすはならないであることでした。さて、王妃となったアビハイルの息子エステルは、ユダヤ人モルデカイと共にプリムに関するこの第二の文書館を、すべてを権限を持ってしたため、確認されました。プセルセスの王国127州にいたすべてのユダヤ人に平和と真実の言葉を持って文書が送られ、こうしてユダヤ人モルデカイが王妃エステルにとも比べた通り、また彼らが自分たちとその子孫のために断食と嘆きに関して記されたとおりました。プリムの祭りは、日付が記されたエステルの言葉によって、プリムに関する事項が定められた文書を記録されました。取上交渉人はプリムの祭りに制定について記されていますが、前回取り上げた交渉から続けて読むと、祭り自体はモルデカイやエステルが人為的に定めたことではなく、勝利を定めたの民の殻から自然的発生に生まれたという方が良いでした。自然発生的という言葉も、少し信仰的な言葉で言い換えれば、神は人々の心に勝利を神に感謝していると思い与えた。その喜びを互いに分かち合う思いを与えられたということでした。少し遡る読むと、9章17節は、24日には安らぎを得て、この日を祝宴と喜びの日としたという記述が出てきます。その月の18節には、スサのユダヤ人は、老月の13日と14日に集合し、15日には安らぎを得て、この日を祝宴と喜びと日としていました、として記されていました。ここで祝いの日が一日に過ぎていますが、それは地方の町とスサリでは、勝利の日が一日すれていたからでした。つまり、スサは敵対する主力の力が強まったため、勝利を勝ち取るまでに2日を要するからでした。ですから、続く19節では、地方の現象を改めて記していました。こういうわけで、地方の町に散在して住む二三のユダヤ人が、アラルの月の14日を祝いの日と定めました。主演を関して開いて、その日を楽しみ、贈り物を交換しています。これらの先行する出来事を踏まえて、今日の交渉では、ベリシア帝国内のすべての州に散在するユダヤ人にモルデカイが文書を書き送りました。それは何か新しいことを書きしているとよりは、
現在に、進行して行われていることを追認し、出来事の由来を記憶に留めるために書かれた文章でした。書き送った文章の中で唯一新しいことを言えば、人々が進行して行ってきたお祝いに名称を付けたということでした。あまりそのことの発端は、敵対者ハマンがクジレアルブルを率いてユダヤ人の絶滅される頃の日付を定めた通りでした。このクジラの名前でプルルにちなんで祭りの、名前をプリムと定めました。それではモデルガイが定めた詳細を見ていたいと思いました。また祭りの日程は、ユダヤ人が敵を亡くなって安らぎを得た日を基準に、アラムの月の14日と15日と定めた。この両日を終焉と祝祭の日としていました。これ先ほど説明した通り、都スソスサと地方の町である勝利の日を時間差によっているのでした。具体的な祭りの期間の過ごした方は、贈り物を交換し、貧しい人に施しを行わないことでした。勝利を記念するこの方法が、贈り物の交換と貧しい人の施しという点は特別に着目すべき点でした。贈り物の交換は、喜びの分かち合う象徴でしていますが、一人での喜びを味わうのではなく、大勢の人たちと喜びをと共有し、分かち合う日でした。酒宴と祝祭の祭りと言われているように、酒宴は一人でするものではありません。食べ物を共有して分かち合うことで、一層喜びが広がっていました。このプリムの祭りに、貧しい人たちへの配慮も記されています。お祭り気分で人々は浮かれている中で、貧しい人々が取り残されてすることがないように、喜び人たちへの施しが進められていました。ちなみに、このお祭りは今でもユダヤ人の間では守られていて、現代に至るまで長いの歴史の中で様々な要素が加えていたようでした。例えば、ハマンの耳と呼ばれる三角形のお菓子を食べたり、重い重いの搬送で、パーティーを楽しんだりしています。宗教規定には、厳格なユダヤ人の祭りにしては、楽しめる要素がとても強い祭りとなっていました。プルムの祭りは、民族の危機感状況から解放されたという意味では、過ごしの祭りに匹敵する内容と思われました。この祭りがすんなりとユダヤ人たちの生活の中に受け入れたものも、杉越祭の祭りとの重なり見ていたからではないと私たちは考えています。かつてエジプトの地から神の偉大な御手を持って解放された経験を持つユダヤ人たちにとって、同じ神が今も生きて自分の民族の救いのために働いてくださったことでした。そのプリムト祭りを明かしていました。神の顔の字もないエステル記ですが、出エジプトの出来事にも重なるとはも
劣られない神の力を信仰を持って、この書物を読む人たちは感じ取ってきました。それあればこそ、さまざまな議論を耐え抜いて、晴天の中に武道の地方を占めているとではないでしょうか。Thank you.